水面に映る世界遺産姫路城を光や音の演出で楽しむイベントがあさってから始まるのを前に、今日メディア向けの内覧会が開かれました。水面に揺らぐ白亜の大天守、雅で幻想的な空間が広がります。今年で3回目となる世界遺産姫路城のライトアップイベント、強化水月。江戸時代に三の丸広場にあったとされる向こう屋敷庭園の池が忠実に再現され、姫路城が水面に映る姿や色鮮やかなプロジェクションマッピングを楽しむことができます。会場全体ではおよそ6万球の LED が使用され、光と音楽が連動した演出は訪れた人を神秘的な世界へと誘います。たくさんの LED で作られた光の三の丸王子は圧巻ですね。水鏡きれいに姫路城が映っておりますので、ぜひとも見ていただきたいなと。ご家族の方とか、ご親友の方、カップル、とかで皆さんで楽しんでいただきたいですね。イベントはあさってから来月11日まで開かれ、期間中にはトランペットや琴などの生演奏も披露されます。